いやいや、会いたからです。なぜかだな、会いたからだ。会いたから。行きましたね、店。会いたからさん。いやいや、さあ行こう。そう、いや、そういうこと、なんですか、これ。リトルトークスやから。あらー、うん、もう見てる人も、大体気づいてたなと思いますけど。いやいや、ビートルズの。そう、ヘイジュード。ヘイジュードから行きますか。うん、じゃあ、OK。ヘイジュード一度この世の闇全然違います。ちょっと最初からかあの軽かったなんか軽すぎました、ね、ちょっと恥ずかしいじゃあねせっかくこの格好揃えたんですからコーラスですごいぞヘルプヘルプ、うん、いいねどっからよ。これどっからよ。イントロないんですか。イントロないし。じゃあお前らお前あよくあだから。ヘルプヘルプ。カウントカウントカウント。終わった。その聞いたな。うん。なんだヘルペスってのいいじゃないですか。だんだんこの島よ、ね。もうちょっとないですかね。なんかなんか。あ、せっかくですから。イエスタで。こういう曲で攻めなきゃダメなんですよ。もう眠たいんだろ今日ね。返して寝かしてくれよお前。眠たい割には喜んでこんな格好するじゃないですか。イエスタで。イエスタで。お前ちんぽの毛引っ張るな。伸びて袋のシワ全部違う何やってもダメじゃないですか。俺どうして変だな。お前歌わしてるよ。いやいいっすよ。ポール頼むよ。ノーいやいやえリンゴ頼むぜ。俺がリンゴなの。ああベストベストあの岡本っていうのは何だですか岡本言ったじゃない何だっけバラクーダのバラクーダの岡本ハズだな全然違うものお前らが服部料理学園じゃねえかお前次行きましょうじゃあ次行こうよもう、うん、これかっこよかったんだって歌がダメだな、うん、あレッド行ってみこれなら乗れるでしょうん、ちょっと歌ってくれよ。俺よく知らないんだよ。いや一緒にじゃあ、うん、これだけやっとこういやもったいないですよ間はまあまずいだろうとりあえず軽くつかみで流しておいてうんまた来週だなまた来週ですね体悪いから帰ろう本当だねあー疲れたWe'll be right back.
豪華になりましたね。今日は正直メンバー増えたから。帰りもありますから。帰りがあるってのは恥ずかしいもんだな。今まで気がついてませんでしたよ。なんかストリッパーが鏡見てるみたいな気がする。嫌だなって。なんか気持ち悪いなって。ね、でメンバー増やしてもう豪華なゲストメンバー。武道館。え、武道館前ってのあるから、バス停で。あ、武道館前。武道館前ってバス停でやろうって言う。あ、驚いた。じゃあ今日はグループサンズ特集で。あ、懐かしのジーソング、ジャガーズ。あら、懐かしいな。すごいよ。何からですか、歌。ジャガーズのね、歌知らないでしょ。あの、なんとかって言ったんですよね。昔あのミュージックブレイクとかなんかにあったんだよ。渡辺貞夫とな、ジャガーズやったんだよ。ね、誰も知らないですよ。もう知らないです。まあ、とりあえずそれ言ってみましょうか。若さゆえ光景。若さゆえ吉原思い出の川崎。初めてのコマンに向けた純子の喜びよ。愛高野何でしたっけ。愛高野好きさ好きさ。このポーズが出ますね。言うよ、このポーズ。好きさ好きさをちょっとアレンジして、軽くちょっとだけアレンジして。ゴムさゴムさ。来週は演歌だぞ。じゃあ今日は来ないんですか。今日は来ないんだよ。ゲストに来たから。それやめよう。なかなかだったね。よくもったいなかったな今日。怒りも別によく叩いてくれましたよね。楽器がもったいないだ。ノブさん。ノブさんまた来週もお願いします。演歌しないぐらい。一回来たらそれっきりってことですからね。ほんであとあのエリッククラプトン来てんだろ。ジョージ・ハリソンも来たよ。特番だと呼んでみっか。一応みんな揃えといて。チャチャチャマイスイートロード。あいつらどうせ歌詞なんか分からないじゃん。ゴムサッタって分からないじゃん。全然分かってないですからね。それいいな。引っ張れ引っ張れチンポを引っ張れ引っ張れ引っ張れ袋を引っ張れ。
幸せシリーズでいいか。ああいいですね。じゃあまずはリバーサイド。リバーサイドですね。リバーサイド。誰も知らない夜明けにチンポ立て、昼間のうちに何度も玉舐める。若い二人は何度もできるから、狭いシートに隠れて玉を出す。チンポはリバーサイ、うんこもリバーサイ、こうなんリバーサイ、おうリバーサイ。チンポはリバーサイ、うんこもリバーサイ、こうまんリバーサイ、おうリバーサイ、リバーサイ、リバーサイ。続きまして夢の中へ。いいですね、懐かしいの子ですね。日本語のは何ですか。玉の下も竿の裏も洗ったけれど匂いが落ちない。まだまだいじる気ですか。それより僕とこすりませんか。穴の中へ、穴の中へ入れてみたいと思いませんか。やめよ、帰ろ。恥ずかしいよ、帰ろ。皆さんお願いします。玉の裏のケツの周りの毛をパールのうんこ拭いたらティッシュが破れて爪の間にうんこが入ってとっても臭いの。パンティー下ろして肛門触ろうとしたらとっても臭くて思わず鼻つまんじゃったの。変なビデオ見ててお前らチンチンしごいたら神さんが入ってきて神さんの顔にかけちゃったの。今あなたにヒッポーヒッパレーヒッパレーヒッポーヒッパレーヒッパレーヒッパレー袋を引っ張れヒッパレーヒッパレーたばきんヒッパレーヒッパレーヒッパレーみんなでヒッパレー。フォークソングで行くからね。懐かしの南こうせつ。なあいいな。妹よ。しんみりさせましょう。うん、妹よ、襖一枚隔てて今大きな。知ってる妹よ、お前はコマンが下手だから、あのチンポコのいじり方を書いてゆけ。かしら赤いポコチン大きく腫れて二人で行った横丁の病院、一緒に治そうねと言ったのに、いつも
私が長引いたケツの穴にはペニシリン若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの反転が怖かったそれは怖いそれは怖いまた来週ちょっと休むけどな頼むぞ来週はちょっとシャンソンの話に行かなきゃほら幅広いですねイジクルチンポってやんなきゃいけないオペラ関西にもいろいろやりましょう、ね、みんな期待してますから、ね、エディットピアフとかそういうのがあってこないんだよえなんだよそんな豪快なことやるんですかそうだよセーヌにチンポが流れるとかそういう歌楽しみですね、うん、再来週期待してお願いしますもう最近国際色豊かになって何や外人が笑ってました見ただけでゲラゲラ一番奥で元ワンブだったの知ってんのかな知らないえ何だったらいいんですか何が言ってんだお前やろお前大変だよお前俺もやんなっちゃったよ俺もう衣装もらった衣装送ってくれたんだバンドが誰だこんなもん作ったやつはかっこいいこれ作ってる間に気がつかなかったのなこいつはなでもぴったりフィットしてるのがいいですよこれ俺な何でも似合う男だからな。そうですよね。着こなすから。もうさすがですやっぱり。もう俺パリコレだって一番のモデルだよ。いないですもんこの素材が。これだけ着るやついないものだって。ね。全部着ちゃうんだから。出てきたいですよ本当に。着込んじゃうからね。さあ今度はロックンロールだから。いよいよハートブレイクホテル。あいいですね。うん、一発決めましょうじゃあ。おいこれどのキーで歌うんだよ。村田さんみたいにアコーディオンついてほしいんだな村田さんはフルバンドで前にアコーディオンがいるでもロックのバンドでアコーディオンはかっこよくないですよ、ま、何言ってんだよ、まあ、あれだって昔のお前あれだろあ会いに行って歌ってたのもあれだぞアコーディオンですかそうだよお前まあいいやそれとうとうゴムをつけてやっちまったお猿のカゴやだほんかったヒグレンの作家おいおいすいませんおいおい歌全然違うんですよそこまで歌わなくたって気がつきそうなもんじゃないですかいやだな俺ブラックジャックの昔のネタみたいじゃないか俺は佐藤事務所のタレントじゃないんだからやだな南さんみたいなのほいさっさあお前ちょっとそういうのやめようよなこれで少し引っ張ろうと思ったんだけどななかなか良かったですよ、うん、もうちょっとジェニジェニえジェニ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 いきましょうじゃあ、うん、これいいでしょ、うん、OK あこの歌知らねえんだ俺これどういう歌なんだよそれジェニジェニジェニじゃないですかジョニービーグッドじゃねえのか今のはどっちジェニジェニだよね昔コンサートで歌ったじゃないですかあれ知らないで歌ってたんだもんだあああれの時はお前だけが先に歌ってくれて後からついてったんだからそうでしょお前らが先やってくれよじゃあ先にあのやってるうちに思い出すからゴム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 をつけるんだゴム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 薄くてフィットするゴム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 やわゴムも今に飾らねえよゴム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 をつけるんだゴム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 薄くてフィットするゴム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 今夜はもう二枚重ねるゴム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 
どうもこの出てきた時のパワーがないですね。そうなんだ、初めだけなんだよな。初めはすごかったんですけどね、最初にこの見た時に本当笑いましたけど、正直言うの全然北京思い出すな。頭受けるんだけどな、だんだん私立帯になってしまうんだ。こうしよう、もう今日は解散コンサートだから。あ、いけるんですか。解散だったんですか。そうだよ、まいったな、心の準備できてなかったから。我々これ形はいいんだけどね、歌数が少なくて。だから処理できる歌少ないもの。どこ行っても持たないですもんね。来週からまた形変えるからっていうことは、また来週期待できますね。あ、言っちゃダメ。もうこれテレビを見てのお楽しみなんだから。来週は神さんが太鼓叩いてね、俺がいよいよ。いやいいよ。これぐるぐる回すからな。もう場内一緒になって、そう、トークが足りない分歌で戻すから。7回転ぐらいさせちゃうよ。いいですねこれ、うん、トークの時間計算できますね。じゃあね、さあやめよう、行きましょう。寂しいな。いや、お互い様ですよ、それ。懐かしのメールの時から。ほら、あれだよ、あの、伊藤ゆかり。わあ、いいですね。小指の思い出、行きましょう、うん。バンと歌ってもらわないと。じゃあ同じようなムードコーラス。ムードコーラス。夕べの秘密。夕べの小川智子。いいですね。銀座カンカン娘。いいですね。うん、さあ皆さんお手拍子を。金ぽかわいいや玉金息子。玉金。赤い刈り首皮まで剥いて。剥いて剥いて。誰を待つやら川崎吉原。チンポ眺めてそわそわしこしこ。これが。四谷の玉木息子。素晴らしい。いや、なかなか決まりましたね、今日は。いやいやいや、やめよう。言ってもらえないか。もらったので。引っ張れ引っ張れ玉
もうちょっと男らしい歌ってなきゃいけないよ。やっぱりこれですよ。はあ、若鷹ブームに乗って、若鷹ブームに乗ってんだから、はい、それからやっぱ相撲の時代だから。そうですよ、前の海。そう、前な。やだなそれ。え、前の海ってやだな。ちょっと汚いですね。思い出してしまっちゃった。アリスのナンバーから。ん、今はもう何も聞くな。これも行きましょう、うん。男らしくドンと。今度あれだよ、吉田拓郎の、お、モップスが歌ったやつ、たどり着いたらいつも雨降り。これいいな。あ、うん、ちょっと聞かせましょうか。じゃあ、うん、次回期待していただいて。男らしいときはやっぱこの格好だよ。そうですね。でちょっとしっとりしたときにはやっぱりこれで。ああもう、うん、これじゃお前しょうがないと思う。なんでもこいじゃないですか。ミュージックフェア出ようか。今。